はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、先日から登場しているタイムスリップ第5弾、こちらの最終回やっていきたいと思います。はい、ということでございまして、タイムスリップ第5弾もですね、まさかのタイミングで、まさかのラインナップで登場というところで、いろんな動画を撮ってきたんですが、今回は最後にですね、僕が人生で一番最初に好きになったあの選手を、全力狙い会やっていきたいと思います。はい、ということでございまして、このタイムスリップ第5弾の動画の中でね、何度も言ってきているところであるんですが、僕が人生で一番最初に好きになったプロ野球選手、元木大輔選手が登場しております。まあ、いろんな生放送とかでね、このお話はしてきたこともあるとは思うんですが、まあ、当時ですね、テレビをつければ巨人戦がやっている、そんな時代でございましたが、まあ、正直何に惹かれたのか僕自身もね、わからないところでもあるんですけれども、まあ、この元木大輔選手のプレーを見て好きになり、そしてその引退をした時には人生で初めて野球選手の引退で涙をしたっていうね、まあ、そんな思い出もあるんですが、その元木大輔選手を今回は最後にこのタイムスリップ第5弾の最終回で狙っていきたいと思います。まあ、それプラスですね、ちょっといろいろな称号チャレンジであったりというところも今回またやっていきますので、また盛りだくさんな回になると思うんですが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでございまして、まずは称号チャレンジからやっていきたいと思います。ちょっと今ですね、本当に選手枠がパンパンすぎて困っている状況なので、まあ、いろいろと枠の整理も含めて称号チャレンジという感じでやっていきます。で、今回まずはちょっと極意書の稼ぎからやっていきたいと思うんですが、まあ、これずっといただく質問なんですが、極意書どうやって集めてますかという質問をね、多くいただいております。で、これに関してなんですが、基本的には2つしか、答えはございません。はい、まず1つは極意書0枚で称号をつけることですね。称号をつけるたびに極意書が1枚必ずもらえる形になっていますので、当然ながら0枚消費、1枚も使わず、称号をつけた場合は1枚増えるという形になります。逆に言えば1枚使っても1枚返ってくるので、トントンプラマイ0、そしてまあ5枚とか使った場合は一応1枚返ってくるので、実質的には4枚消費というようなイメージでございます。で、もう1つは稀にあるイベントの報酬ですね。まあ、これもね、そんなに多くはないんですが、リアタイの大会とかかな、で極意書が入っている時があったりしたり、あとはまあ通常のイベントでも入った時が1回か2回ぐらいあったんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ、極意書はそんなところで手に入るよというところでございます。なんですが、まああんまりね、まあそんなにポンポン手に入るものでは正直ないんですけれども、まあ今回はちょっとそんな極意書稼ぎからやっていきます。で、極意書稼ぎは僕自身はまあ過去シリーズの極みの選手にこんな感じでね、極意書0枚で突っ込んでいって、称号をつけていってっていう感じでやっているんですが、うん、まあこれに関しても、まあ、正直正しいか正しくないかと言われると難しくて、まあ本来ね、当然ながら新しいシリーズのものにしっかり称号はつけるべきでもあるので、まあ、難しいところでもあるんですが、まあ、過去シリーズのものにつけない方がいい選手とつけても OK な選手と大きく分けて2ついて、例えば同値が狙える選手、柳田選手であったり山田選手だったりとか、なんかその辺の選手に関しては、まあ、結構もう称号チャレンジ、毎回毎回のシリーズでね、重要になってくる選手なので、まああんまりその極意書稼ぎっていうのはやらない方がいいかなというふうにも思うんですけれども、宮西選手なんかも一応ね、 QEA というところは重要なチャレンジではあるんですけれども、まあ元々の能力がすでに高くて同値とかも狙えないというような能力であれば、まあ極意書稼ぎどんどんやっちゃっていいのかなというふうに思ってます。はい、あとは今回武田翔太選手の A ランクも作ってきましたのでやっていきましょう。まあこれでもう3枚ね、極意書が増えましたので非常に大きいというところでございます。まああと難しいところとして、称号チャレンジにこうやって極意書稼ぎで使うか、もしくはとっくに使うっていう選択肢もあるので、まあ難しいところですね。極意書を1枚にこうやって使うか、もしくは特訓に使うか。まあ僕自身無課金だったら、多分称号チャレンジこうやって極意書稼ぎよりも、まあ特訓を優先したいかなっていうところでもあるんですが、まあその辺は選手次第かなっていうところでございます。はい、まあそんなところでございまして、極意書稼ぎはこんなところかな、枠の整理も含めた極意書稼ぎはこんなところにして、ちょっと今回のメインの称号チャレンジやっていきましょう。まずは山崎康明選手いきたいと思います。山崎選手に関しては好投手がすでについているんですが、星4、まあ星3星4狙っていきたいところでございます。ちょっと今回1枚チャレンジでいきましょうか。はい、じゃあ1枚チャレンジでいきます。さあ、まあ極意書稼ぎで稼いだ極意書をここで使っていきます。さあどうだ、喧嘩投法星1ということで、まあこれは好投手にしておきましょう。まあ山崎選手に関してもまだ A ランクがあるので、またちょっと育成の方やっていきます。はい、続いてセレクションの今永選手、ここも行きたいと思います。今永選手は今不屈の闘志がついていて、球威が A になっているんですが、まあここに関しては勝利の下がつけばいいなというところですかね。はい、まあじゃあここも1枚チャレンジでいきましょう。はい、まあすでに星3がついているので、あとは星3の勝利の下か星4というところを狙っていきます。粘りの投球、これはどうだ、
まあこれは微妙なので、うん、ということでまあ不屈の闘志にしておきましょう。はい、 OK でございます。はい、ということでございまして、今回ラストちょっと早いんですが、今回のラストは、ソフトバンク柳田選手いきたいと思います。柳田選手に関しては称号でミートパワーの同調なんとしても決めたい、ところでございます。ずっとねこれ何回もやってるところなんですけど、このシリーズの柳田選手全然決まってくれないので、ここで、決めていきたいところでございます。柳田選手に関してはパワープラス1ができれば、完璧というところでございます。じゃあ行きましょう。柳田選手も今回ラスト1回チャレンジなので、柳田選手に関してはね極意症難しいんですよね。本当に難しくて、パワーが1上がるようなものなので、パワー自慢もしくはラン&ガンもしくは飛ばし屋ぐらいですかね、というところなので、まあちょっと難しいんですが、この柳田選手はどうしようかな。ゼロ枚でいくか。あえてのちょっとゼロ枚チャレンジで星1のパワー自慢も含めて狙っていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。柳田選手ラスト、今回の称号チャレンジラストお願いします。さあそろそろギータの道中を決めておきたい。ここでお願いします。お、星3以上来てからのスナイパー、スナイパーも称号としてはいいんですが、今回だとちょっと微妙な感じですね。ミートプラス2パワープラス1というところで、まあこれ悩むんですが、高級札のままにしておこうかな。はい、まあ89というミートが非常に素晴らしいので、高級札にしておきたいと思います。はい、 OK ということで、ちょっとまた今回も柳田選手の同チャレンジは決まらなかったんですが、また引き続きちょっと育成の方はやっていきましょう。 OK です。さあということでございまして、まあここからが今回のメインディッシュというか本題でございます。ガチャやっていきたいと思います。今回右上1000エナジーまた用意してきたんですが、今回このタイムスリップセレクションをまた追加回しやっていきたいと思います。でとりあえず今回前半の20連に関しては、自チームをこのまま DNA でいって、 A ランク以上の自チーム TS の確定の部分で春選手を2枚獲得したいと思います。でその後後半の20連で、巨人を自チームに変えまして元木選手を全力狙いという感じで、まあ、ちょっと前後半分けた、40連という感じでやっていきたいと思います。まあ本当はね元木選手に関してはガンガン追っていきたいところでもあったんですけど、気持ち的にはね、気持ち的にはガンガン追っていきたい、そんなところでもあるんですが、まあちょっとセレクションとかもあるんでね、まあいろいろな意味でちょっと温存もしつつ、ただ狙いを引くためにはまあこれぐらいは用意ということで1000エナジーはね用意いたしました。さあ10連目、ここでまあ S ランクが出る可能性も当然にありますので、そしてもちろん自チーム以外のね TS が出る可能性もあるので、このところで、まあ、もちろん途中で元木選手が来たらそこで終了します。はい、さあ今回の10連目合計50連目ですね。このガチャの合計50連目はどうか。はい、というところでございまして、これで春選手は4枚目の獲得でございます。超4までは持っていけるというところでございます。 OK、まあ、今回のこのガチャシステム非常に、まあ、純正ユーザーというか、まあ、今回の TS が欲しい方にとっては非常に、ありがたい形になってるかなと思います。まあ、ランキングイベントはない分、まあ、これぐらいはやってくれないと、おお S ランク買ってきた、まあ、これぐらいはやってくれないとというところでもあるんですが、まあ、うん、本当に限界突破に関してはね非常に、まあ、タイムスリップ第4弾が登場した直後でね限界突破コーチもないよという方もたくさんいると思うので、まあ、非常にありがたい形に。お、1枚目、おおオリックスロメロ選手ありがとうございます。ということでございまして、このロメロ選手に関してはこのシリーズ1本当に縁がありますね。無課金アカウントの方でもすでに3枚当たってて、このメインアカウントでも2枚かなというところなんで、2つのアカウント合わせて合計5枚、このロメロ選手の S ランクが当たっております。はい、まあ最初に当たった時はめちゃんこ喜んだんですけどね。まあいいでしょう、ありがとうございます。さあ全然 TS 関係ない選手が来ましたが、この20連目果たして最後どうなるでしょうか。さあ9ということで、ここが自チームの確定ということで、春選手5枚目、ありがとうございます。これでもう春選手に関してはとりあえず OK かなというところでございます。まあ、春選手に関しての称号でねミート A なんかも狙えるので、称号用 A なんかも欲しいところではあるんですが、ちょっと今回のね動画の趣旨的にもこの後は巨人に変えて引いていきたいと思います。 OK、 さあということでございまして、自チーム巨人に変えてきました。残り20連、この元木選手を全力狙いしていきたいと思います。いや本当に欲しい、この元木選手に関しては。オーダーには全然多分入ってこないんですけど、うん、普通に純粋に欲しいです。はい、僕の選手ボックスに入れたい、そんなところでございます。まあ少なくとも A ランクは絶対手に入るので、そこは嬉しいかなという感じですね。じゃあ行きましょう。今回の残りラスト20連、合計で言うとこれが70連目ですね。このガチャに関してはこんなに引く人そんなに多分いないと思うんですけど、さあまあ70連目引いていきましょう。さあ頼む、確定演出来てくれ、ここで確定が見たい。いやー来ないか、ちょっと20連目でね無駄に運を使ってしまったところであるんですけれども、ここで S ランクが見たいな。6、
789ということでここは確定。ただ A ランク以上確定なんでここで S ランクが来る可能性もあります。いきましょう。はい、ということでまあそんなに簡単に 2.5% は引けないですね。元木選手 A ランクありがとうございます。まあ A ランクもね全然今回獲得できていないので、非常に嬉しいかなと思います。 OK、 ありがとうございます。さあということでラストでございます。早くもラスト、今回の40連目合計80連目いきたいと思います。最後に愛は届くか、ラスト80連目お願いします。さあ頼む、確定演出見せてくれ。紙吹雪来ない、ホームラン演出も来ない、ボール揺れない、カットイン入らない、割れて、いやー来ないか。まあまあまあ20連目で今回Sランク出ちゃいましたからね。おお、中日中村選手ありがとうございます。ちょっとドキッとした。さあまだ可能性はある。789ということでございまして、最後の確定までSランクは出ず、ここで 2.5% は引けるか。元木選手は確定してます。あとはAランクかSランクか、お願いします。ラスト、よいしょ。はい、ということでございまして、今回はですね先日から登場しているタイムスリップ第5弾、こちらの最終回やっていったんですけれども、いやーまあ残念ながら元木選手の S ランク獲得はならなかったんですが、まあこのままね元木選手1年で解任ということがなければ、おそらく来年も、コーチが継続、そして、まあ、また来年もねタイムスリップで登場する可能性があると思いますので、まあそこで狙えたら狙っていきたいなというふうに思います。ただまあこの A ランクに関しては、大事に取っておこうかなというふうに思います。まあこれがもしかしたらね第1弾第2弾とかだったら、もっとガンガンタイムスリップガチャにガンション追加回ししてたかもしれないんですが、まあちょっとこのタイミングというところとこのラインナップというところなので、まあ、今回ここでストップしたいなというふうに思います。はい、ということでございまして、今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いいたします。まあおそらく明日8月13日火曜日の更新でプロスピセレクション第2弾というところが登場になるんじゃないかなと個人的には思っているんですが、果たして明日の更新どうなるのか一緒に楽しみにしていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。